視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。毎週日曜は今週の世界とパクユー、パクユーが1週間で起きた、1週間で世界中で起きた様々な話題をネタに、ゆるくフリートークやっていくという企画でございます。相変わらずね、この企画、こう企画の趣旨の説明がうまくいかないっていうところあるんですけれども、この毎週日曜日の動画に関しては編集を一切せずに、まあ、ゆるーくダラダラとお届けしていくっていう感じでやっております。いきなりなんですけど、最近あの僕の動画にすごくこうコメントをよくいただけるようになってまして、それ自体ものすごく嬉しいことなんですけど、つい先日ですね、あの全く違う2つの動画に同じ内容のコメントがつきまして、というのも、僕冒頭で、シンガーソングライターのパクユーですっていう、ご挨拶を必ずしているんですが、そのパクユーがファックユーに聞こえると、そういうコメントがね2件ほどありまして、まあそりゃそうですよね。僕のこと知らない方がこのチャンネルの動画にたどり着くってことたくさんあると思いますし、それ自体はものすごく嬉しいことなので、まあそうなんですけど、そう、僕の名前を知らない、全く知らない人からしたら、まあ、パクユーってまあ割と珍しい名前ですし、その空耳してしまう気持ちもわからなくはないと。にしてもね、あのいきなりね、もう出会い頭にというか、もう皆さんこんばんは、ニコみたいな、ファックユーです、ちょっとロックすぎますよね。あのそんなことはね、とてもじゃないけど僕は、言えません。僕の中にはそんな汚いワードはありませんので。あ、そのそう、僕中学の時に、英会話の授業っていうのがあったんですよ。でやっぱ中学生とかだと、あのそういうこう汚いワードとか、あの面白がって言いたがるみたいな部分あると思うんですね。でそのまあ僕ら日本人の間でも、そのさっき言った言葉っていうのはすごく、下品な言葉で良くない言葉なんだみたいな、あの認識ありますけど、あの英会話の授業で、こう先生に向かってそれを言ったやつがいて、まあ全然もうおふざけですよね。別に本気で腹が立ったとかそういうことじゃないと思うんですけど、言ったらこう温厚な英会話の先生がもうブチギレたという、ことがありましたね。だからそれほどなんかこう侮辱の意味が強い言葉なのかなっていうふうに感じたエピソードでありました。何の話してんだ？まあそんなこんなで、今週何があったかなっていうのをちょっと振り返っていきますと、僕自身はね結構ね忙しい1週間でした。結構しっかり働いたなっていう1週間で、月曜日火曜日と博多に、出張で行ってまして、それ関連の動画アップしたりとか、昨日もあの博多旅行記のパート2、アップしたんですけれども、まずまあ週の前半それがあって、で東京帰ってきてからも、結構忙しく仕事をしていて、まあありがたいことですよね。音楽関係の仕事をさせてもらっていて、まあ今日に至ると。で世界の話題はやっぱね、自分が忙しいとねあんまりよくわからなくなるっていうのはいつものことで、てか僕この企画今年始まってからやってるんですけど、あんまりこうまともに世界について話したことないんじゃないかなっていう感じあるんですが、なんかあったかな。今ヤフーニュースの国際っていうやつを見てるんですけど、まあまたあれですね、ロケット、北朝鮮がロケット撃ったとかって話とか、かな。あとトランプさんの話もちょこちょこっとニュースで見ましたね。相変わらずなんかいろんな人に喧嘩売ってやってんのかみたいな、そんなぼんやりとした認識ですけど、そんなこととか、あとはその日本に関して言えば、いろんな人が、いろんな人じゃないか、一人か、辞任した稲田防衛総書、こういうの言いたくないわ。これ読み方どっちが正解？
もうね、こう防衛層かな、ね、あの章だと章ですもんね。あれ防衛層で出てこないぞ。防衛章、あ、防衛章だ。危ないってか、もうこれ編集なしなんで全部言っちゃってるんですけど、まあ防衛大臣ですよね。僕からしたらそっちの方が馴染みがありますわっていうちょっと言い訳をしてみましたが、まあね、僕勉強、こういう勉強ってこともないか、これは常識かですけど、一番ね賢かったのは僕中学生の時なんで、そっから一般的な知識教養っていうのはどんどんこう下り坂っていう、まあ、その分ね音楽的知識はこう上り坂でね、毎日毎日吸収することばっかりという感じなんですけれども、まあその人が辞めたと、まあ、辞めたっていうか辞めさせられたというか、まあなんかいろいろ問題のある人でみたいなことは、一応知っていたので、ふーんって感じだったんですけど、ダメだね、こういう政治の話題とかはもうダメだ、怖くて何も喋れんわ、やめようやめよう。で、そう、じゃあ博多行った時の話ですね。博多行った時っていうか、僕年1、年2ぐらいでしか飛行機乗らないんですよね。で、今回、まあ、今年も多分これで最後だと思うんですけど、やっぱ飛行機って日常生活でこう触れるもの、触れるテクノロジーの中でもうなんかダントツすごいんじゃないかなって改めて感じたんですよね。特にね、帰りが僕窓際の席だったんですよ。で、飛び立つ瞬間とか羽のとことかすごいバッチリ見えるところで、それとかこうわーって高度が上がってって、こう雲を突き抜けフライアウェイするところがね見れたりとか、あとあんまり天気が良くなかったんで、その雨が降っているこう曇り空から雲を突き抜けて、なんかすごい、こう神秘的な色合いの色彩のこう空が広がっているみたいな、そういうのが見れたりして、すげえな飛んでるわみたいな、あれやっぱちょっとね未だにすごいって思っちゃうんですよね。もう当たり前のことですけど、もう何十年、何百年、まあ、何十年前から飛行機飛んでんだって話なんですけど、僕自身もちっちゃい時からこう家族で旅行行って乗ったりとかしてたんで、今更って思うかもしれないし、人によってはね、もう今回周りそういう感じの人多かったんですけど、もう仕事で行ったり来たりしてる人、特に海外にも行ったり来たりしてる人いっぱいいると思うんですけど、やっぱねこうみんなを乗せて鉄の塊がってよく言いますけど、あれが飛ぶっていうのはちょっとすごいと思うんですよね。しかもどんどんテクノロジー進化していくと、いろんなものがこうたやすくできるようになるじゃないですか。こうやってることを感じないぐらいこうスムーズになっていくっていうか、そんな中飛行機が空を飛ぶ時って未だに結構頑張ってると思うんですよ。そのわーってめっちゃ長い距離走ってゴーってゴー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 とか言いながら飛び立つと、あれなんかね、もうそろそろもうちょっとシュッと飛んでもいいんじゃないかみたいなこと思ったりするんですけど、未だに空を飛ぶっていうのはそれだけ頑張んなきゃいけないことなんだっていうのが、なんて言うんでしょう、こうやっぱ空飛ぶってすげえんだって思っちゃうところっていうか、あとはその今回行きが結構飛んでる時揺れたんですよ。気流の影響でとかってアナウンスされてたんですけど、ちょっとねドキドキするわけですよね。ゴゴゴゴゴとかって結構ずっと絶えず揺れてて、でなんかちょっと不安ってこう気持ち悪い重力のこうなんていうんですか、ブランコ乗った時の不安ってなるやつ、ああいうのが結構続いたりとか、いや飛んでんなと思って、でその着陸する時もズゴンっていくじゃないですか。であれもね、なんかもうちょっと
ふわってそろそろふわって着陸できないもんかみたいな感じをね個人的に思ったりするんですけど、やっぱりズゴーっていくしかないと、うん、やっぱ飛ぶっていうのはすごいんだなっていうのを改めて感じた博多出張でございました。なんだよっていうね、何の話でこんな10分も話してんだよっていう感じなんですけど、ということで、締めにかかろうかなと、僕の最近の活動、その動画を毎日上げてるっていうのはそうなんですけど、最近全体的に視聴数がこう増えてるなっていう感覚がありまして、多くの人に興味を持ってもらえるような話題を選んで、それなりに楽しい動画が作れてるのかななんていうところを、すごく嬉しく思っていたりします。で、冒頭でもお話ししましたが、もうねしょうもないことでもいいんです、コメントつくのがすごく嬉しくて、で、まあ、しょうもないこととか言いますけど、しょうもなくないコメントの方が結構多くて、僕のチャンネルに関してはすごくね、やっぱいろんな作品を扱う動画が多いので、その作品に対しての意見だったりとか、補足の情報だったりとかっていうのがコメントに含まれていることが多くて、そういうのものすごく参考になりますし、そうやっていろんな人がコメントしてコメント数が増えてくると、よりこうみんなが参加しやすくなるみたいなところもあると思いますし、まだまだねいろんなことを思いながらこのパクユーチャンネルの動画見てる人いっぱいいると思うので、そういった人たちの声っていうのをなんか聞かせてもらえたら嬉しいなっていうか、もっともっと楽しい、チャンネルになっていくんじゃないかなっていうことを思っています。なのでじゃんじゃんこのね飛行機飛ぶのすごい話に関してもね、いやいやいやみたいな、それはちょっと大げさすぎないとか、確かにとかね、そんなことでもいいんでコメントいただければ嬉しいなと思います。で、昨日かな、一昨日ですね、動画アップしました。これも結構ねたくさんの人に見ていただけた、多分、動画のタイトルがやっぱインパクトあったんだと思うんですけれども、今Mステ出演をかけたオーディションに参加しております。毎日1回投票できます。で、端末が違うとね何回もできるみたいなんですよ。例えばそのパソコンとスマホとかで1回ずつ投票できるみたいな、そういう仕組みになってるみたいで、ぜひともね、皆さんの力で押し上げていただきたいというか、なんか面白いものを見せたいなっていう、面白い展開になればいいなっていう。でちょっとね面白いじゃないですか。M ステ出たらウケるでしょ。それこそお前誰やねんっていろんな人から言われますよ。とんでもない人間がそう思うと思うんですよね。でほじくり返してみたらなんかちょっと変わったことやってるみたいな、結構ね面白いと思うんですよね。なので面白半分でガンガン参加していただければ嬉しいなと。で、投票とあとシェアですね、Twitter、Facebook でどんどん拡散していただければ嬉しいなって。それで今まで僕のこと知らなかった人に、僕の歌ってる曲歌ってる動画が見てもらえるみたいなところもあったりしますので、本当によろしくお願いします。まあ、その投票のお返しとして、毎日ねより充実した内容の動画をお届けできればと思っておりますので、ぜひぜひ、投票期間は8月の18日までになってます。1日1回で、24時にリセットされてしまいますので、投票の、ページは詳細にリンク貼ってますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。そんなところですね。で明日は、今日ちょっと長めに話しちゃいましたけど、明日は、7月最終日ということで、毎月やってる活動報告の動画、アップします。今月はなかなかね大きなこう数字の、変化っていうのがありましたので、いろんなことをおしゃべりできるかなと思いますので、明日の、動画もぜひチェックしてみてください。いや思いのほかね
飛行機に対して熱くなってしまいましたが、最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。